ライオアトゥー。皆さん大変です。また新たなパンデミックの危機がこの世界に迫っております。またまたまた、その不安を煽ってもええって。それがこちら Mpox です。これもやったやん。やってません。え、 Mpox 回です。今日は Mpox この前聞いたね、はい、もうサル痘なんですけど、いやそれぐらい今世間で言われてるということなんですよ、はいはいはい、これ Mpox は2022年欧米を中心に感染者の報告が相次ぎ、国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態ということをね、はいはい、WHO がですね宣言されてるんですよね、はいはい、でその後感染者数がまあ一旦落ち着くわけなんですけども、うん、まあ、この緊急事態宣言2023年5月、まあ、終了したって大丈夫かなって思っていたら、はいはい、現在、うん、アフリカ中部を中心に再び感染が拡大していると。まあ、ただですね、うん、Mpox と言っても、まあ、ちょっと都市伝説あんま興味ない人からしたら全然知らん単語やし、うん、都市伝説、まあ、好きだよって人でも知らない人も多いと思うんですよね、うん、だからこのアフリカで流行ってるってことも、まあ、この動画で知ったよって人も多いと思うんですが、実はここにですねまた陰謀が隠されているんですよね、はいはい、というのも、まあ、撮影している現在この Mpox は日本であまり報道されていません。テレビで報道してないんですよね、うん、まあ、一時的に流行した2022年にはサル痘という名前で聞いたことがあった人もおると思うんですけど、うん、今名前が変えられているんですよね。もうサル痘って言わないんですよ。言わへんな、そういえば。そう、うん、Mpox って言うんですよ、うん、あの Mbox って言ったら車思い出しますけど、興味ない。いやいやいや、何かでボケるんだろうなと思って予想はしてたんですけど、うん、うん、あのエーペックスかなと思ったら違った。あー、まあ、そっちの方が分かりやすかったかもしれないか、ね、人を攻撃するには両方とも驚異的ですよねみたいな、あ、うまいと言おうと思ったけど、不謹慎だったらボケんなよ最初から。普通に考えて怖いわ。なんやねん。でね、これもともとサル痘と呼ばれていたウイルスで、そうですよ、はい、怖いんですよ。怖いよ。そう、うん、これ Mpox と名称を変更された理由は、はいはいはい、サルという特定の動物の名称を使っているからということもあるんですけど、最初から使わんことやねんな、うん、それはそうなんやけど、うん、一応今後世界的に爆発的に流行っていく恐れがあって、うん、それを知っていたからあえてこのサルという日本語由来の名称を外したんじゃないかと。で世界基準の Mpox に変更したんじゃないのかってことが言われてるんですよね。で俺思うんやけどさ、うん、こういうウイルスが発生した時って、はい、なんで名前つけるんやろうな。いや、それは敵には名前つけないと。でそれシンゴジラで聞いたことある。なんかそれ、はい、名前があることが大事みたいな。そうですよ。え、でもさ、例えばね、今は567って出していいんか分からないけども、うん、あれもビールがあったやんか。はいはい。なんか風評被害じゃないけども、うん、売れなくなるかと思ったらあのビールはめっちゃ売れたらしいな。逆にね。そう、でも逆にイメージが下がっちゃうものも絶対あるやんか。いや、そうですよ。だから例えば M1、M2 とかでよくないですか。いい、ウルトラマンみたいになっちゃうから。それでええやん。いや、違うでしょそれは。わあ、 M5 がめっちゃ猛威振るってんねや今みたいな方が、なんか相性になっちゃう感じは嫌じゃないですか。いやいや、これ Mpox に変えられたこと自体も陰謀深いっていう、変えるから変えたっていうねえ。だから名前をいちいちつけるのちょっと陰謀深いなって。そうっすよ。 Mpox でつけてるじゃあ企業さん、はい、めっちゃなんか嫌じゃないですか。そんな企業は多分ないんだけどね。いや、でもつけへんかったら謎のウイルスになってより人類怖がっちゃうから。だから謎1号とか。やめろ、どんどん分からんようになるからそれも。あ、そう。だってもう多分人類感染症何例目か分からんから、今多分謎10277号とかになるでしょ。まあ、どうでもいいんけどこれはね、何の話やねんな。2022年と、まあ、比べて、まあ、かなり重症化しやすい新たなタイプのウイルスやと言われていて、で実際今後共和国では今年だけで1万4000人以上が感染、511人が死亡したとされていると。で既にケニアやルワンダなど今後共和国の周辺国でも感染確認されており、 WHO のテドロス事務局長はですね、アフリカの中、そしてアフリカ以外にも感染が拡大する可能性があると、うん、まあ、当たり前のことを言っていますよね。テドロス結構当たり前のことを言う時多い。でもめっちゃ叩かれたやん。それでもやめへんって、よっぽどなんかうまみあるんやろな。いやいや、もう手先ですから。はい、何の。いや、もう体勢のですよ。これ M がついてるってことはそういうことですから。でね、はい、実際現在流行っている今後盆地型の感染例の死亡率は 10% にも及ぶということで、まあ、2022年に流行した西アフリカ型の感染例の死亡率は 1% だったことを考えると、まあ、ちょっと厄介なものが流行っているなと。いや、大変やな。実際この南海トラフの地震の発生確率が 0.5% と聞いて、結構僕たちもね、まあ、備えてるわけじゃないですか、うん、まあ、来るかもなと本当に思っちゃうわけじゃないですか、ね、ところがもう死亡率 10% のウイルスなんてものが蔓延してしまったら、もう世界はどうなってしまうねんっていう、うん、もしかしたら、まあ、そういった
ったねパンデミック来ちゃうかもしれないっていうことが、うん、まあ、言われてるわけなんですけど、怖い怖い、まあ、実はこれね数々の人物が予言しているんですよ。世界を襲う恐怖の感染症、はいはいはい、まあ、まずは Mpox、まあ、これはモンキーポックスウイルス感染とも言ったりもするんですけども、まあ、要するにこの、まあ、疾患がねこうやって、ね、出るわけなんですよね、はいはいはい、急性発疹症疾患というわけなんですよ。これどういう風にまず移るかっていう話なんですけど、うんうん、アフリカに生息するリスなどの、はい、げっ歯類ネズミとかもですね、うん、をはじめ猿やウサギなどのウイルスを保有する動物の接触により人に感染すると。へ、まあ、だから、まあ、アフリカ行って野生のリスに噛まれたら感染するかもしれません。おお、そうなんや。はい、まあ、実はですね感染した人から人にもやっぱ移ってしまうんですよね、で、まあ、それがやっぱこの体液とか血液とかの接触、まあ、性的接触、うん、長時間喋るだけでも、はい、ついちゃうということで、飛沫ね、そうそう、あとはこのタオルとかね、うん、そういうこともついちゃうんで、まあ、それがちょっとやっぱ日本人にとって厄介なんじゃないの。それ厄介やな、はい、で1970年にこのザイール、まあ、現在のコンゴ民主共和国なんですけども、うん、ここで人での感染が初めて報告された以降アフリカ中央部から西部にかけて主に発生してきたわけなんですよね、うんうん、で2022年5月以降はこれまで Mpox 流行国への海外渡航歴のない患者が世界各地で報告されるようになったと、うんうん、だからどっから出てきたかちょっとよく分かってないんですよね、うん、怖いね。ただその後、まあ、世界全体の症例の報告数は一旦減少したんですが、うん、まあ、2023年3月以降香港やマレーシアといった、まあ、結構近くの国ですよね、近いね、アジアからどん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 報告が増えてきつつあると。ほう、でね、これ日本は一言なのかなと思っていたら、まあ、2022年7月1例目のこの患者が、確認されてしまいました。で2023年5月26日にサル痘から世界基準の Mpox に、うん、感染症法上の名称も変わりました、はあはあ、まあ、ちなみにね、あの余談なんですけど、うん、病気の名前が変わるっていうことは、うんうん、まあ、結構あるんですよ。あ、そうなんだ、はい、例えば、昔地方症って言いましたけど、はいはい、まあ、最近はこれ言わなくなったわけじゃないですか、はいはいはい、これ認知症って、まあ、言うようになったりだとか、はいはい、まあ、そういう名前が変わって、まあ、結構浸透もするようになってきたじゃないですか、うんうん、現役のお医者さんに聞くと、うん、Mpox 浸透してなさすぎワロタみたいなテンションらしいです。そうなん、本当に認知症とかに比べてやっぱ全然認知されてないっていう話があるっていう認知症に比べて認知されてないのはちょっと変な感じに聞こえたね。そうね、うん、で2024年8月現在、はい、まあ、散発的な患者の発生が続いており、はい、まあ、248例の症例が確認されてるんですよね、はい、でこの病名が変更されたというのも、うん、まあ、やっぱり冒頭で話したように何かしら陰謀を感じちゃうよっていうところが、うん、まあ、あるわけなんですよね。なるほどね。日本人だからお亡くなりになってしまった例っていうのも実はもうすでに出ていて、死亡例あるん。それが昨年12月13日埼玉県の30代の男性が Mpox による国内唯一の死亡例として確認されてるんですよね。これ意外じゃないですか、うん、なんか30代の男性って免疫力も強いし若めやなと思ってびっくりした。そうなんでってことなんですけど、うん、まあ、実はこの方あの過去 HIV にもあの感染されていたということもあってやっぱ免疫力が弱っていた、うん、まあ、だから、まあ、ちょっと Mpox お亡くなりになってしまったっていうことが言われているんですよね、うん、免疫力が弱ることっていうのはやっぱりこのね、まあ、今まで流行っていたこのウイルスとかでもやっぱありえますし、うんうん、なんならインフルエンザとかとこの合併してね起きてしまった場合には死亡のリスクがかなりかなり高まるんじゃないのかということが懸念されているんですよね、はいはいはい、まあ、なんで我々にとっても一言じゃなくなってきたと、うん、で一方、まあ、世界では2022年5月以降の流行で9万人以上の感染例が報告されていると、うん、めっちゃ感染してるねえ、はい、怖いね。で WHO によると、まあ、現在報告されている患者の大部分は男性なんですが、そうなんや、はい、だから我々危ないんですよね、うんうん、まあ、でも女性とか小児の方の感染も報告されている現状なんで全体的にかかるよっていう病気なんですけど、はい、怖い怖い。特にねこの子供はですね、まあ、重症化しやすい傾向もあるということなんで、まあ、より気をつけないといけないなと、ね、一応予防方法もあるんですけど、うん、まあ、それが天然痘ワクチンを接種することで約 85% の発症予防効果があるということなんですが、あ、すごい、いやでも 85%パーなんでね。いやそれでも予防できるってすごいよ。なってからやるわけじゃなくて予防やからすごいことや、まあ、今流行ってるやつもどん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 変異株みたいになっていくじゃないですか、うんうん、結局意味ないやんけみたいな話もあるじゃないですか。なるんですか Mpox もこれ Mpox もやっぱどん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 形が変わってくることはありえますから。で、まあ、従来のものと同じく全ての人にとって感染リスクがあり、で先ほど紹介したように死亡率が高いタイプもあるんで、うん、もしかしたらやばいかもっていう話なんですよね。人類に迫る Mpox の脅威。感染してもらうとどうなるのかっていう話なんですけど、はいはい、通常、まあ、6日から13日、まあ、最大5から21日とされていて、うんうん、症状は発熱、頭痛、リンパ節の腫れっていうね、まあ、風邪のような症状で、うんうん、まあ、筋肉痛などが5日ぐらい続いた後に皮膚に発疹が現れると。わかんないよね。ちょっとセンシティブな
画像なんですけど、この発疹がこういう風にね、まあ、出るんですよね。ぷっくら出るのね、はい、水ぶくれを伴うようにと。で、まあ、多くの場合は2から4週間ほど症状が続いた後に自然回復するんですけど、まあ、これが残っちゃってね、まあ、結構悩みになっちゃう方もいますし、一番最初はこの陰部とかに出ることが多いんで、まあ、見えへんなって感じなんですけど、足の裏とか手とかにも出ることもあって、怖い怖い、足とかやったらもう歩くだけで痛いとか、うわー怖い、いや想像したけど可哀想だなそれ。いやそうなんですよ、きついな。だから結構普通に、まあ、そら死にはしないかもしれないけど、日常生活かなりきつくなっちゃうよみたいなこともあるんですよね。で、まあ、もちろん、先ほど言ったようにインフルエンザとかと合わせて合併で重症化してしまうリスクも結構あると。うつるんでしょ。あ、そうです。すごい嫌だな。でインフルエンザもうつるし、うん、Mpox もうつるから、もう両方うつされるかもしれない。それはもう皆さんね、リスクありますから。リスクありますから、うん、で2022年5月以降の欧米を中心とした流行では、うん、以下のような従来の報告とは異なる臨床兆候も指摘されていて、発熱やリンパ節主張などの前駆症状が見られない場合がある、うん、病変が局所、肛門周辺や口腔などに集中しており、全身性の発疹が見られない場合がある、うん、で異なる段階の皮疹が同時に見られる場合があるということで、やっぱりね、初期の症状が見られないっていうケースがあって、だから自分大丈夫ちゃうんかなと思ってたら、対応も遅くなっちゃってより重症化してしまうんじゃないのか。怖え、ただの風邪かもと思っちゃうよ、まずは。いや、そうなんですよ、うん。気づいた頃にはもう遅いかもしれないってことがあるんでね。違和感を持ったらすぐ病院行ってほしいんですけど、国内では今のところこの対処療法しかやっぱできないということなんで、承認されてる治療薬も日本ないんですよ。あ、そうなんよ。はい。日本に新型エンポックスが蔓延したら、うん、やばいかもしれない。やばいね、それ。予言されていた新パンデミック。で、このエンポックス、うん、まあ、やっぱり予言してる人もいるんですよね。あれ、まずはミハイル・スナイダーさん。おう、この方はね、ドイツの霊能力者なわけなんですけど、迫力ありますね。写真だけ見たらね、マイティーソーみたいな結構雰囲気ある方なんですけど、なぜここで撮ったん、ね、まあ、雰囲気あるし。で、彼はですね、遠隔透視能力を持つと言われているシュナイダーさんで、まあ、2006年に自主的に捜査機関への協力を始めて以来、少なくとも25件の行方不明事件を解決したと主張しているんですよね。主張、うん、主張。え、自分が言ってるわけ。そう。は、まあ、でもドイツでは結構ね、著名な実力ある方ですから。ほんまかそれ。だって25件の行方不明事件を解決しましたから。だから主張してるでしょ。彼は今別の取り組みも行っていまして、その致命的なパンデミックが今週に近づいているということを予言しているんですよね。過去4年間を回る数の命が世界中で、特に西側諸国を中心に奪われることになると。でもこれだけではね、まあ小池さんみたいな人間は、いやいや、それって嘘つきだよ、信憑性に欠けるねーって言うと思うんですけど、これはですね、あ、大丈夫なんですよ。シュナイダー氏は次なるパンデミックを人々が動物を非常に無礼かつ残忍に扱うことが多いということを言ってるんですよね。つまり動物虐待に関連付けていると。 Mpox、 もともとモンキーポックス、猿が関わってる、つまり動物ということもありますし、さらにリスなどのげっ歯類をはじめとする動物が感染の原因ということから、まあやはりね、動物を非常に無礼かつ残忍に扱っている天罰なのではないかということが、まあ、シュナイダーさんは言っていると。でさらにパンデミックを予言しているのはシュナイダーさんだけではありません。なんと的中率 95% を誇るスペインの天才占い師フェルナンド・ハビエル氏もですね。それ推しですか？この前も出てきたよ、これ。癒着？え、案件もらってる？何癒着って。癒着？いえ、予言ジャーズですからね。予言ジャーズの予言全部チェックしたら、たまたま入ってるっていう。しかも、なんか、予言ジャーズは、まあ、わかるわ、この 95%。さっきシュナイダーはちょっときついやろ。いえ、ちょっと。写真のインパクトだけなんかねじ込もうとしてたけど、なんか。期待の新人。ドイツ。ドイツ。スペインでしたっけ？スペイン。ハビちゃんはね、実績あるから。実績って何やねん。シュナイダーさんは、うん、今のところムーとトカノしか取り上げてない。より信憑性を持でもこの方もまた新たなパンデミックをね、はい、まあ、予言しとるわけなんですけど、うん、まだいるんすよ、最強が。中途半端な、もうその人物は、うん、もうみんな知ってます。誰よ。ビル・ゲイツ。マイクロソフトの創業者ですよ。知ってるよ。ビル・ゲイツはですね、まず2015年の講演の中で、もし1000万人以上の人々が死亡する事態が次の数十年に起こるとすれば、それは戦争ではなくウイルスによるものでしょうという有名なね、うん、話があって、これ有名、テッドのやつ。これ2020年のパンデミック見事予言してると、はいはい、ね。でビル・ゲイツがこう予言できたのは、まあ、やはり彼が慈善活動家として活動していく中で、人々が自由に国々を行き来できるようになった今、ウイルスも同じように行き来できると、そういう風に考えたから、そういう発想ができたと。
お前はリンゴを落ちるだけで重力を発見したニュートンかみたいなねエピソードなんですけど、それぐらいやっぱ予言力というのがねこのビル・ゲイツというのは高いんですよ。予言力、まあ、てか高くないとマイクロソフト作られへんから、やっぱりね物事を考える力が非常に高いわけ。それは認めます。いやそうですよ、はい、で実際パンデミック2020の予言できた後に彼はねまた新規予言を出すんですよね。新規予言、2024年2月18日から22日にドイツで開催されたミュンヘン安全保障会議というものに、ま、ドイツやわ、はい、そこで彼は、うん、我々は再びパンデミックを体験することになると明言してるんですよ。でさらに次はまた違う病原体になると。そう、お前は何を知ってるんや。絶対知ってや。まあ知ってそうやな。まあだからこのビル・ゲイツの予言っていうのは、まあ、ビル・ゲイツが慈善団体を運営していて日々世界各地の様子を見ているから分かるんじゃないのかという見方もあるんですけど、まあ、ビル・ゲイツというともしかしたら体制側かもしれないみたいなね、まあ、分かんないですよ。じゃあ次のパンデミックを誰かが仕組んでるとするならば、まあ、そういったことを先に言う役割を与えられてるかもしれないですよね、うん、まあ、ということで、まあ、かなり闇深いわけなんですけど、まあ、そういった可能性もあるかもしれない。はいはい。で実際このビル・ゲイツ氏を筆頭にスペインの天才占い師ハビちゃんも、そしてドイツのシュナイダーさんも、ここは一般人枠みたいなね、期待の新人、はい、もしかしたら全世界のパンデミックのこの予言っていうのが当たってしまうかもしれない。同じ失敗を繰り返す人類。まあ、2020年から流行したあのウイルスを契機に、まあ、我々人類は感染症に対する意識が大きく変わったのではないかと、まあ、言われるわけなんですけど、まあ、再びパンデミックの脅威が迫っているとなると、まあ、話は違うんじゃないかと。どっちかというと油断しまくってますからね。油断しまくっている。で、まあ、さらにウイルスが脳機能に影響を与えることっても実際ありまして、まあ、インフルエンザとかもそうなんですよね。重度のインフルエンザが脳機能に影響を与えることをインフルエンザ脳症と言いますと。でこれは意識障害や痙攣、異常行動や異常言動などを引き起こす危険な脳の病気と言われている、はい、ただこれはインフルエンザ脳症はインフルエンザ感染の重度な症状なんで解明されているわけなんですけど、うん、他のウイルスやったら同じことが起きた時にうまく対応できるのかと。分かんないね。そうだからもしかしたら我々はもうウイルスによってウイルスが広まりやすい環境をむしろ作らされてるんじゃないかと。なんて記憶を消されたりとか、うん、改ざんされたりとかそういう環境をウイルスがチュ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 って入って作ってんちゃうのと、うん、ほんまに。だってあんなにねみんなマスクしてたのに一気にもうやめて、うん、でもそういうのも当たり前になるじゃないですか、うん、だから結局ちょっとしたことで人々の意識っていうのは大きく変わるっていうことなんですよ。変わるね。これ大事なのは目覚めるか目覚めないかなんですけどね。そういう話をするとねまたバンされちゃうんで、この動画は残ってほしいんでね、1900年代に流行したスペイン風邪の話をちょっとしようと思うんですけど、うん、スペイン風邪は主に1918年から1920年に流行したインフルエンザのことなんですよ、うん、はい。でスペイン風邪の原因となったウイルスは鳥インフルエンザが突然変異したものとして、まあ、とんでもない感染力で猛威を振るったと。で累計5億人がスペイン風邪に感染され、まあ、当時の世界人口の4分の1がかかったと。史上最悪のパンデミックとも言われるわけなんですけども、じゃスペイン風邪がどんな風に流行したかという点なんですが、こちらのグラフご覧ください。こういう感じで、うん、波があって、うーんってあって、また波があるみたいな感じなんですけど、うん、真ん中がですね、まあ、結構ピークに来ていると、うん、まあ、3つの波があって、まあ、初期の6月に小規模な流行があると。でスペイン風邪が流行した20世紀初頭、まあ、抗生物質ももちろんありませんし、ウイルスに対する研究も今ほど進んでいません。でそのためスペイン風邪の収束には感染が拡大し抗体を持つ人が多くなることが必要だと、まあ、集団免疫ってやつですね。で、まあ、現代医学が進歩した現在でもウイルスの感染の傾向は同じようにあると。でこちらがですねあのウイルスの感染傾向なんですけど、まあ、スペイン風邪とかなり似たようなことになっているんですよね、まあ、つまり最初の流行よりもその後にやってくる流行の方がやばいよと、まあ、結局人類は何も学んでいないんですよ。本来であれば再び過ちを繰り返さないようにするべきなのに、そうはなっていないと残念ながら、うん、もしかしたら2022年のこの Mpox の流行も第一の波かもしれませんよね、うん、こっからまた第二の波がやってくるんじゃないかと。2年の時を経てやってくるかもねと、まあ、そういうシナリオが用意されてるかもしれないなって話なんですよね。で今回はこの Mpox といういわゆるサル痘がも流行っていまして、うん、まあ、2024年以降に新パンデミックが起きるんじゃないのかという話をしたわけなんですけど、うん、いかがでしょう。怖い。いや怖いですよ。だから来ることはもう確実じゃないですか。まあ、ありますからね。100年周期って言われてたけども、うん、実際に起こってたりするでしょ。100年ごとに大きいものがね、うん、じゃあそれが早まりました全然あることじゃん。いやそうなの。だから起こらないと思う方がおかしいやん。いやおかしいよ。そしてまた何外にご飯食べに行かれへんようなことなんとかさ、イベント行かれへんならやんとかさ、そうっすよ、めんどくさくばっかしやん。また規制規制規制の世の中になってしまうかもしれないねえ。まあこういう時にさ一つになればいいと思う、世界とか国がね。でもなんかそこには陰謀があったりとかさ、後で嘘がバレましたとかさ、まあ、そんなんばっかしやから、なんか結局後味悪いよな。だって今って、まあ、アフリカでしか起きてないんやと思うのは、うん、結局対岸の火事としか思ってないんですけど、うん、これあの前のウイルスが入った
た時も、うん、いやなんか中国で流行ってるんやへえぐらいやったじゃないですか、うんうん、同じことがまた繰り返されるかもしれないですからね。まあそれはそうなんやけど、はい、俺その後味悪いのすごい嫌だなと。後味悪いのが乗り越えてさ、うん、なんだかんだオリンピック成功させたよなとか、はいはいはい、なんかそれを乗り越えていきゃいいんだけどさ、なんかすっきりしないよな。しないですね。じゃあ誰が得し誰が損したのって考えた時、結構明確じゃん。なんか隠す気ないんやろなって思うぐらいに、パンデミックの直接的にお亡くなり方もちろんかわいそうやけども、その経済状況になったことで自分で命を絶っちゃった人の方が多い。そうですね。なんかモヤモヤするよね。なんか本当のことを言ってくれたら共通の敵やん、人類の。だからみんなで乗り越えようとするのに、一部の人だけが情報を知ってますとか、一部の人だけが本当のことでまあ回避してますとかさ、後でそれってお金儲けのためでしたと言われてもさ、納得できないよなと思って。なんかそういう発生するウイルスがさ、人為的かの自然なものかどうでもええよ俺は。別にそこはね、ただそれに対してなんか得する人と損する人がなんか明確に出てくるのがおかしすぎるやろうと思って。だってめちゃめちゃ分かりやすくさ、儲かってる場所があるもんね。そう、まあ儲けること自体はいいんですよ、商売やってる以上。まあもちろんね、それいいんやけども、まあ、戦争もそうなんだけどさ、結局情報弱者じゃないけどさ、そこに対して乏しい人、体力ない人、お金がない人っていう層がいつもな犠牲になるじゃん、まあ、いつまでこれ繰り返すみたいな。また間髪あげずに次のウイルスですかね。やっぱ疑っちゃうよね。ほんまに自然ですかとか、ほんまにこれまた次も同じようなことになりませんかっていう疑問を思っちゃうよね、これ。さあ、どこで発生するかっていうことにおいては、日本で発生する確率もあるから、それはあんまりこう、対岸の価値というよりかは、気をつけなきゃな、もちろん。って思うんやけども、結局どこの国で起こったって巻き込まれるんだろうみたいな。そう。思っちゃうのが、もやるよね、これっていう。なんか一応、このお亡くなりになった方なんですけど、うんうん、その海外渡航歴とかもなかったっていう、その感染症がある場所がなかったっていうことなんで、うん、どっから来たんだっていう話になってるんですよね。そう、これちょっとねまだ出せないんですけど、情報としてハニトラ梅木さんね、はいはい、治験のお仕事してたことあるんですよ。あんま公表されてないと思うんですけど、はい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 、その時 の, そのパンデミック流行る前のことをお話しされていて、それがね多分ね来月に小闇ナイティで上がると思うんですけど、マジですごい情報やった、まあ、あれを聞いた時にもう陰謀があることは事実やと思うんだよ。あ、そうですね。そう、でも陰謀論なんですよ。どこまででもその証拠がなくて。もちろんもちろん。でもその当事者は、やっぱ論じゃないわけじゃん。あ、あくまで。経験してますからね。憶測はあると思うけど、そういうことが裏であったことの事実は、やっぱ聞くと、嘘つかれたら知らんけど。俺もうね、誰を信じていいか分かんなかったもんね。だってあれ、治験ってめっちゃ厳しいんでしょ？健康診断があって、うん、そのなんか特定の病気を持ってるとか、うん、むしろ逆にめっちゃ健康じゃないといけないとか、なんかいろんなルールがあるんでしょ？そうよ。僕も治験受けたことがあるから分かるんですよ、それは。はいはいはい。まあまあちょっと今言わんときますわ。ね、いたずらに混乱させてしまうんで、来月ちょっとその動画をね、ちょっとまあ楽しみで言い方変やな。まあちょっと待っててください、ね。なんで来月なんですか？もうそれは何でかっていうと、はい、もうね、一個いいですか？はい。今月忙しくて配信スケジュール埋まってるから、みたいな。あ、じゃあ早める？じゃあちょっと。視聴者は今聞きたいんですよ！ちょっとまあ早めます。じゃあ言うときます、あのスタッフに。はい。あのスタッフ、ゴンに。ちょっと早めに。お願いしますよ！困ってます、みんな。なんで困ってんの？情報に飢えてます。あ、情報に飢えてる。はい、情報植木さんです。植木さんとかけてね、うん、ただ名前間違っただけじゃなくてちゃうわ、間違うか。一緒に飯行った人の名前間違えへんわ。あ、行った行ったじゃないですか、一緒にみんなで。記憶なくなりました。いや、それ 言うんだろう。え、それ言ったらあかんの？言ったらあかんことないでしょ。いや、わかんないです。なんでよそんな密会じゃないやん、あれ。こわー、なんか後味悪いわ、俺が今一番。あそこでね、可愛らしい女性の方も来られてたんで。 あれハニトラでしょ。あれこそが、あれこそがミョンがすごいデレデレしてたやん。だからハニトラかけられとったやん。だってあのハニトラ梅木さんと東役の席が近かったこともあんねんけど、うん、すぐ二人で会うのね、なんか年齢差話して。そうっすね。ミョンだけ体の向き変えてまで女の子のお店ずっと喋ったもんな。全然年齢差の話入ってこなかった。本当に梅木さんと一回も目合わさんとミョン喋ったもんな、女の子。まあ、世の中そういう陰謀論もあるんですよ。まあ、そういう話ですよ。はい、結局女ですわ。うん、よっしゃ。失いやしないよ、思うがまま君を連れて羽ばたきたい。秘密でもいい、秘密の通り、夜空に飛び立つ心象のストーリー。